宮殿公園の朝バールート、マルクは、ドイツ、ブランデンブルク州テルトーイコールフレーミング群の都市で、ある。バールート、マルクは、ニーデラーフレーミングとバールートュダニにかかっている。この原ダ谷は、シュプレーバルトに直接に接し、ベルリンの南部境界線から約 40km 離れた、連邦道路96号線と連邦道路115号線の交差点付近にある。 フラウエンベルクのアサバールート、マルクは以下の自治体と隣接している。アムメレンゼー、ソッセン、トイピッツ、ハルベ、リーツノイエンドルフシュターコー、ゴルセン、シュタインライヒ、ダーメ、マルク、ニーデラーフレーミング、ヌーテブーアシュトロームスタールである。都市には以下の地区がある。1860年頃のバールート宮殿、アレクサンダー・ドゥンカーのコレクションバールート、 マルクは1234年に初めて記録に登場し、当初はザクセン公のエルネスティン家の領地であった。その後はザクセン選帝公モーリッツのもとアルベルティン家の手に渡った。1537年、ゾルムス家がゾンネバルで所領とポーフを購入した。相続財産の分割が起こると、ゾルムス博は1596年にバールとー盗賊領主領を トレビーンの地方長官、ハンスフォンブーフから購入した。ブーフは同地をシュリーベン家から譲り受けていた。1596年バールートは帝国博、オットーツー・ゾルムス・ゾン・レワルデの手に渡り、1615年には別個のゾルムスバール博領となった。1616 16年以来、バールート、マルクはマクデブルク都市圏を保有している。 1815年のウィーン会議の決定によって、プロイセン王国領となる。その後1815年から1946年まで、プロイセンのブランデンブルク州、ルッケンバルデ軍に属した。1716年には、ガラス職人の集落として、グラースヒュッテが設立され、現在も当時の姿を留めている。1983年以降、 グラースヒュッテ地区全体が文化財保護の下に置かれ、伝統が生き続けている。バールート近郊のグラースヒュッテは、ドブリルク修道院の1234年の記録文書にその名が記されている。クラインツイーシュト地区は1974年4月1日に編入された。1997年12月31日には、4自治体が2001年12月31日は、 さらに5自治体が編入された。1875年からの人口動態人口動態予測年齢構成予測。詳細なデータ出展はウィキメディア・コモンズ、バールートの市議会は全16議席からなり、配分は以下の通り。2002年6月16日、ロブ所属のペーター・イルクが決選投票で60%以上を得票し、市長に選出された。 2010年5月30日には、対立候補がいない選挙となり、得票率94%で再選された。任期は8年である。投票率は39.0%であった。紋章は2001年12月19日に承認された。紋章記述、銀の左斜めの桁によって、緑と赤に分けられる。上部には、金色の境界があり、塔が2つ。 屋根は尖り、門と二つずつある窓は黒である。下部は金のガラス容器である。左下駄は12の黒いもみがつく。バールート、マルクの建築記念物とバールート、マルクの土地記念物には、ブランデンブルク州記念物一覧に、記載の文化記念物が掲載されている。バールートのグラースヒュッテ地区にある、ガラス工場の建物1716年。 バールート原流谷にある森で覆われた砂丘、クラースドルフ、フリードリヒスホーフ、ドルンスバルでの間の地に、ガラス工場とガラス職人のための集落が建設された。今日では、バールートの一部となっている。ガラス工場では19世紀にはとりわけ白色のランプシェードが生産されていた。第1回パリバン国博覧会に出品され、光の拡散の均一さで注目を集めた。 ガラス製造は1980年に停止された。今日、クラースヒュッテ地区は文化財保護のもとに置かれた集落である。30もの建物があり、実感あふれる博物建村となっている。バールートガラス工場博物館は産業文化とガラスの歴史に特化した博物館である。百六十一年に建設され、文化財として保護されている工場には、一般としては、 ガラスの文化史、技術史の常設展示、専門としては、バールートガラス工場の歴史である。ガラスを溶かす、小さなルツボで、熱いガラスの取り扱いを体験することができる。またブルガー店では、1866年に当時に、生まれた吹きガラス職人、ラインホルト・ブルガーの生涯と作品が展示されている。ブルガーの発明で最も重要なものは、家庭用の魔法瓶である。 1903年に内外の円筒管を真空の空洞で分離する方式で特許を申請した。外費を強固な素材とすることで魔法瓶は一大消費財へと飛躍した。博物建村には様々な工芸の店や施設が軒を並べている。帽子や製当工房、工場レストラン、ビオスイミングプールが付属する博物館宿泊施設がある。 聖ゼバスティアン教会郵便利定表、ベーター・ヨーゼフ連盟の1838年の計画に基づき、ゾルムスバール公家、白川、バールートに宮殿庭園公園をイギリス様式で新設した。新宮殿の建設後、旧宮,宮殿に複数あったオレンジ四室の建物は、公園内で新たな配置が必要となった。ほとんど同時期にゾルムスバールは、領地のカーゼル騎士領に、 同じ様式の外観で、宮殿をもう一つ建設した。ヨハニスミューレ領重園で絵付けされるノロジカ、クラースドルフ地区には1997年開設の領重園がある。面積は100ヘクタールを超え、主に当地に生息する、またかつて生息していた動物が、森林、草原、池といった多様な景観のもと暮らしている。この地は、1994年までは、 ソ連の管理下にあり、ドイツ中流ソ連軍最高司令官の特別狩領地域であった。バールートのクラースドルフ駅バールート原流谷学校センターは、小学校とバールート、丸く自由上級学校を一つの屋根の下に置くものである。小学校は、託児所も併設する。バールート、丸く自由上級学校は ASG が運営し、2006年、2007年学期に、 設立され、バールート、マルクが運営する、学校センターに入居したものである。ベボケルウング・イムラント、ブランデンブルグナー・ハンツフライン・ゲメーンデン、アンターンウント・ゲメーンデン31、デート・センバー2019、ハート・サツン・デア・スタッドバース、マーク・ PDF ・ハット・ゲメーンデン1994。 うんと言い入れば、アナネンドランガンサイト1.01、1948インデンネウエンレンダーン、ストバ、アンドランガンバイデンゲメエンデンドイッチロンツ、シエヘ1997ハット、ストバ、アンドランガンバイデンゲメエンデンドイッチロンツ、シエヘ2001ベブスイタホンバースツームジェミニャディテル、レイドランドミットエトワスゲシヒテ、 ハットポピュレーションプロジェクション、ブランデンブルグアットウィキミディアコモンズハット http コロンスラッシュスラッシュ ww.wahlen. ブランデンブルグで、ビエンダブリュアラン、12億720万1400、ハット、ワッペナンガベンアウフデムダイオンセリスタンスポートルデア、ランドスバーオルンデランディスブランデンブルグ、デンクマルデマナッツ、ソジェティシャーエアンフレデホフインバース、 マークジとカランダーブラッドでマナッツジュニ、ベブスイタでランドクレイスステルト、フラミング、アブジェローハン AM15、DB ステーションサービスボンホーフシュッシュ、ハット DB ステーションサービスボンホーフシュッシュ。ありがとうございます。